だから奇跡的に羽化した子、うん、おお綺麗な赤、綺麗なピンク色の目。ワンペア25万今回で言うとこれがメインかもしれない。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが具志堅ポン君です。いや、具志堅ですよ。具志堅か、やっちゃった。ポンいらねえな。惜しいな。うるせえな。グシがいらなかったのか。おい、グシがいるんだよ。ポンがいらねえんだよ。ポンか。あ、そうか。ミスった。じゃんけんとこっちゃになったわ。あー、なるほどね。カタカナだろ、それ。え？なんだろう。漢字3文字です。え？道具の具じゃないしな。おー、それそれ。あ、合ってる。いや、まあ無理だと思うけど、三国志の詩？おー、いいね。あ、合ってる。俺も知らない詩だ。ってことは、剣はあれかな？うん、砂鉄の鉄。なんだそれ、すっと出てこねえよ頭に。俺の剣の漢字はお菓子の片揚げポテトの型です。具志堅の剣ってお菓子の片揚げポテトの型なの？なんでこれは出てこねえんだよ。一緒に出てつっていこう。おう、まあ今日はね、久しぶりにいつもより早い時間帯に撮影始まってるんですけど。どこがだよ。この家来て今4時間経つけど、今日まだ1本目なんだよ。おい、ちょっと待って、俺が撒いた種じゃないよ。言わなきゃ分かんないんだから、視聴者の人。あれ、そう、あ、そうだっけ、うん、え、でも2時間ぐらい撮影したでしょ。おい、それサブちゃん。しかもあんまり、いい結果が出なかったサブちゃん。え、そんなことないでしょ。いつも楽しいのに。ポケモンカード、うん、12ボックス開封して、目的のカード当たったでしょ。いや、12ボックス開封して出てこなかった。なんか色違いのルギア。おい、カードの山積み立てたらチェホンマンぐらいなりそうだった。いや、それ言い過ぎだろ。なめんなよ、チェホンマン。何枚開けたんだ。いや、まあ12ボックスだから相当だけど、まあそんなことがあってね、俺は15分だけ深い眠りにつかせてもらったんだけど。、うん、よく起きれたよね。確かにな、うん、夢の中で車が向かってきたわ。危ねえな。どういう緑色の。なんかまああれはあれで有意義な時間になったんで。確かに。サブちゃんもよかったら見てください。はい、はい、ということでね、まあ今日ね、具志堅と一緒にやっていくこと、はい、これね、相当久しぶりだね。ようやくって感じです。おお、うん、まあ作業としてはいつもやってるようなやつだけど、はい、一番僕が飼育してて楽しみにしてる瞬間。ああ、じゃあちょっと自信ないけど行ってみるか。あ、まあまあ一応言ってみるのは大事だからね。いいか、掘り出しか。いや、当てるんかい。おお、当たった。余裕が違うわ、もう。よく当てたな、俺。いや、違う、もう分かりきってたじゃん。だって顎触ってたもん、ずっと。具志堅顎触るのってもう長老だけだから。いや、いいじゃないですか。いや、素晴らしい、一発で当てました。羽化掘り出しです。おお、いいですね。はい、これね、具志堅と一緒に、うん、もう何回やってるか分かんないけど、まあ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 、うん、そう、ただまあ作業としてはね、何回もやってるかもしれないけど、うん、その生態との出会いはその瞬間のみだから、はい、うん、いろんな景色を見せてくれる。今日はね、またね、ちょっと盛りだくさんではあるかもしれない。おお、うん、っていうのも、お久しぶりに、うん、ようやく羽化してきた子もいるって感じで、まあ、いろんな種類がいるんで、はい、まあ、また楽しめるかなと思います、うん。あ、はい、いいです。なんで、まぁ、ちょっと一回先に羽化した子出しましょう。はい、こちらです。はい、はい、こちらですね。逆でした、すいません。キャキャ謝りやがってよ。あ、チャンネル登録ありがとうございます。このタイミングでしたか分かんねえんだよ。ごめん、逆だったんだけど、これね、はい、合計で言うと、いいですね。そう、いろんなサイズ感のボトルがあるんだけど、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、うん、5億ですね。いや、多いな。美容師歴60年の職人が今まで切ってきた髪の毛の本数か。おお、すごいね。ありそう。割り出しの目標だけにしてよ。いやいや、うか掘り出しで来るって聞いてないよ。いやいや、そんな元も言ってはないから、別に。勝手にそうなってるだけで。いや、でもスッと出てすごいね。危ねえな、うん、髪の毛だけにキレがあったみたいで。あ、キレキレ。うん、おお、あ、高評価ありがとうございます。どうだろうね。何時だろう今。4時10分だ、うん、そう。え、夕方のですか。いや、朝だよ、勘弁してよ。そりゃそうでしょ。何の話でしたっけ。いや、そこまで飛ぶんかい。いや、これ、まあ、ごめん。羽化した子で言うと13匹になります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13と、はい、で、サイズ的にもね、まあ
800のボトル、よく見るボトルの1400と800、うん、プラスここのねちょっとちっちゃい子、うん、っていうのも今回でいうとこれがメインかもしれない。おー、うん、っていうところにもなるんで、はい、じゃあ早速純不動でやっていきましょう。はい、はい、ということで、掘り返すにあたって必要なものこちらです。はい、はい、こちらですね。はいはいはい、この2つ、まあ、測り用のノギスと、うん、掘り返す用のスプーンという感じで、はいはい、これで掘り返して、まあ、サイズ測るやつは測るって感じかな。測らないやつもいるかもしれないけど、うんうん、じゃあもう早速ちょっとこのボトルからいきましょうか。はい、まず流行る1匹目、うん、ダビソン二股クワガタ。お、はい、二股クワガタのメスかな、うん、はい、オスはまだ全然幼虫してるんで、ちょっと今次第にメスが羽化してきてるって感じ、うん、でこれがまあ去年今年の1月頃孵化してるって感じで、まあ22度前後の部屋なんですけど、そこで10ヶ月ぐらいか、今が10月の下旬だからで羽化してきたって感じかな。オスはもうちょっとかかるかな。もうそう言ってる間にちょっとノコギリクワガタ風な二股クワガタって感じ、立体感の少なめの二股クワガタなんだけど、色が背中の色がすごい綺麗なやつなんで、さあ注目してください。こちら、はい、来ました。はい、お、よかった、綺麗ですね。こちらです。お見事。もうこういう色なんですか。そう、これはもうしっかり固まってる。背中がね結構ワインレッドな感じで、うん、オスもメスもこんな感じかな。でメスの方がちょっと光沢感強め、全体的に若干ツヤ感あるって感じのイメージかな。そう、いや素晴らしい、無事に1匹目浮かしてきました。はい、うん、いやよかった、幸先いいね、まあ、オスも今後羽化してくると思うんで楽しみにしててください。ということで1匹目が終了。さあそして次は、あ、これまた久しぶりかも、オオクワガタ。はい、国産のオオクワガタでの赤目ですね。おー、うん、目が赤い岐阜のオオクワガタで、これが6月に割り出しだから結構かった、1年4ヶ月ぐらい、うんうん、だから無事羽化まで行ってくれたって感じかな。多分羽化してるはずなんだけど、ただ様質が分かんないんだよね。さあどうでしょうか。ちょっともしかしたら幼虫の可能性もあるかも。やっぱオオクワガタの場合、まあ、2年で羽化してくるパターンの子もいたりするんだけど、そういう子って結構ね不安だったりもするから、個人的には、はいはい、セミ科って言ってもさなぎになるタイミングを逃した子みたいなのもいたりするから、そういう子はもう幼虫の状態でどんどんこう体力がなくなって星になっちゃうみたいな、そういう心配もあるからね、早めに羽化してほしいところなんだけども、お、無事そうですね。さあ行きます。はい、おー来ました。お、しっかりもう固まって、はい、おー、あ、大きいですね。大きいね、意外といい感じ。これ後ろからのが分かりやすい。おー綺麗な赤。おーすげえ。うん、これはアルビノって言わないんですか。まあでもアルビノだと思ってる俺は。お、うん、まあ、メラニン色素の部分だから。うん、ニュースで見て、うん、白いウナギが出ましたみたいな。ああ、ね、アルビノってそうテロップ出てました。そうだからメラニン色素の低下になるのかな、メラニン色素が少ない子みたいな感じなんだけど、そうだからクワガタの場合は目だけだから、うん、そういうのが、それがまあ白だったり赤だったりっていうのをまあ一応アルビノの部類って感じになってるかな。まあサイズは測らないですけど一旦この中に入れていきます。はい、それ無事に羽化してくれました。はい、1年と5ヶ月ぐらいか、結構かかったね、メスなのに。うん、中にはやっぱだから1年超えちゃう子もいるけど、基本はやっぱ1年前後だから、うん、オスもメスも、うんうんうん、無事羽化してきてくれてよかった。はい、さあそしてその流れで次も同じ赤目なんだけど、これはオスかな。おー、そう、これも6月だから、まあちょっと羽化タイミング逃してた子たちが今ようやく羽化し始めてきてくれてるって感じ。うん、だからこれもねちょっと無事だったらいいんだけども、一応最終体重 27g あったんで楽しみではあるんだけどね、サイズそんなに大きいのを期待してない子ではあるんだけど、
親が72だからそこを超えてくれてたら嬉しいね。さあどうだ、無事かどうか。お、いきます。はい、お、来ました。おお、立派。おお、めちゃくちゃ立派。なんかもうこう結構動き回って、もうだいぶ固まってる。お、結構立派だね。お、綺麗な、綺麗なピンク色の目。これも綺麗、見事。おー、いいじゃん、見事じゃん。サムネサムネ候補です。いいね、綺麗、綺麗に浮かしてきて。お、おっきいんじゃない。ちょっと顎は短いけど。日本のオオクワガタですか。そう、これも岐阜、岐阜のオオクワガタの中で多分赤目で浮かしてきた子同士を掛け合わせて今はもう赤が出てるって感じ。もうすげえな。個人的に赤目の方が、白目より赤目の方が好きやだから、うん、類大はずっと続けてるかな、うん、さあ顎は、あ、でも左の顎の方がちょっと長いのか。ちょっとカツカツ気味で、はい、来ました。 75.1。 おー、だから親は超えてくれましたね。うん、うん、だからこの赤目のこの中では立派な方かな。うん、うん、75.1、 素晴らしい。かっこいいよね、やっぱ赤目。いいっすね。うん、特別感ある感じというか、うん、なんか選ばれてる感あるよね、うん、そのハンターハンターのクルタ族みたいなさ、感覚。興奮すると赤目になる、クラピカとかさ。そう、あれ、具志堅が書いたんだっけ、ハンターの。俺、でもさ有名人になっちゃうだろ。いやいや動揺しすぎじゃない。誰も思ってないから、本当に具志堅が書いてるって。富樫さんでしょ。そう、富樫先生がついに新しく再開したそうですね。そうそう、ジャンプすごいよね、うん、再開したらまたトレンドになって、おー、もうその3年11ヶ月連載休載してたらしいけど、うん、うん、それを感じさせないぐらいのワクワクするストーリーだったらしいよ。へー、俺もまだ見れてないけど、うん、単行本で読もうかなと思ってるから。おー、はい、ということでハンターハンターも楽しみですが、はい、無事に浮かしてまいりました、はい、よかったです、はい、さあそして、お、あ、やっぱ盛りだくさんだね、はい、次、これもお久しぶりです。スペキオスス四角クワガタ。へー、これはね、2022年の7月に割り出した。どんぐらいなの、5月か、6月ぐらいかな、孵化時期は。で、もう3ヶ月で浮かしてるっぽい。メスは結構早めに浮かしてきてる。オスがあとはどうなってくるかって感じなんですけど、さあ、行きましょう。多分浮かしてるはず。どうだ、あ、浮かしてそうですね。シカクワガタもね、だから動画外での産卵セットになっちゃったけど、無事に取れて、そう、埋め込み式の産卵セットで。埋め込み式、うん、産卵剤を埋め込んでるタイプ。あー、シカクワガタ系はそんな感じなんですか。の方が多いらしい。俺もそんな四角クワガタやってないから、そのまだよく分かってはないんだけど、どこだ。あ、いました。行きます。はい、おー、来ました。はい。おー、無事です。はい。オスはね、結構オスは顎が特徴的な、ほんと鹿の角みたいな顎で、うん、で背中がちょっとオレンジっぽさがあるから。ちょっとオスも楽しみだね、また浮かしてくるのが、はい、メスはもうだいぶ浮かしてきてるから、だいぶ差があるね、オスとメスの差が。浮か時期だから二股クワガタとかと同じような流れになるのかな、うん、意外とオスの方が浮かまで時間かかるのか、まあメスが普通に早い。うん、はい、まあでもこれでスペキオスもちょっと楽しみにしててください、オスも。はい、はい、さあそしてこれババオゴーニ。お、これも5月割りだし、まあ4月3月ぐらいだから半年から7ヶ月ぐらいかなになります。はい、さあどうだ、ちょっとオスに偏ってるからメスだとありがたいんだけども、いきます。はい、お、お、オスですね。小ぶりなオスでございます。これ、うん、どれぐらいいくの、70ミリとかいくんですか。70、80とかいく。だからめちゃくちゃ立派、実際は。そう、最近ね、ちょっと禁止瓶1本で浮かまで行ってもらってるんで、
そう、まあ無事で何よりって感じですね。サイズもちょっとね意識したいところだけど、一旦サイズは気にしてない感じかな。出品はしてないですか、ランバージャック。あ、でもたまにしてるから今も1アンペアぐらいいるかなって感じなんで、うんうん、気になった方はランバージャックも検索してみてください。遊びに行ってもらえたら嬉しいです。はい、まあ、サイズは測らずでいきましょう。まあ、メス結構ねばらついてて何ラインかやってるんだけど、うん、メスもまた羽化してくるはずだから、まあ、楽しみですね。また今後もババは継続的に続けていく予定なんで、うん、とりあえずオス、小ぶりなオスが羽化してきました。はい、さあそしてここ行きましょうか。これはねもう実は上に上がってきてる。はい、これ、国産オクワガタ。はい、新潟の国産オクワガタ。お、さあ行きます。もうすぐよ。はい、来ました。これ野外品から類代してる子って感じで、だから WF2 って感じだね。野外品からの、2代目になるのかな。お、立派。サイズは小ぶりだけども、まあ血統の子とかではないから、まあ、野外品っぽさが残る。お、すごい反り立ってるね。虫キングのフォルムだ。活動開始してるかな。お、いいね。サイズは小ぶりだけどめちゃくちゃ立派に羽化してきて、その血統系の個体には見られないようなやっぱシャープな感じもあるね。サイズ60ないんじゃないかな。おお、はい、61.0。 やっぱ60あったね。狂いはなかった。なんか言ってよ、せめて。取ります。あー、いや、もう、おう、あ、ああ、具志堅も、もうプロのカメラマンのような手つきだから、できるだけをこうはっきり見せたいからね、具志堅も。結構、ね、カメラを生体に近づけたりするけど、俺が手に持ってる時に近づきすぎてたまにぶつかる時あるもんな。そんなんありましたっけ。いや、わかんない。夜中すぎる、記憶も。いや、でもマイクが当たるときはある。うん、たまにゴソっていうときあるもん、その映像も。近づけた方がなんかブレにくい。そうね、アップで撮るよりは近づけられるならね。うん、そうっす、うん、はい。ということで、オークワも無事に羽化してきました。はい、はい、で、次がこの800のボトルはラストか、もう早いもんで、はい、次がこれどうだったかな、具志堅とだったかな、ラエトスミヤマ、うん、はい、色が綺麗なミヤマクワガタの3匹目も無事に羽化してきまして、はい、うん、まあ多分無事だと思う。すごい色が綺麗なミヤマクワガタで、そう、オスメスが昼動画で無事に羽化してきたんだけど、残りの1匹も無事に羽化してきました。多分オス、個人的にはメスだと嬉しかったけど、オスメスメス、そう、オスオスメスになったね、結果的には。さあ、あとは無事かどうか。ちなみに2020年の2月、12月に投入してる。丸2年といっても、孵化時期は9月、だから丸2年。クワプラで平岡さんがにお任せでお買い物してもらった時に幼虫で、選んでくれた子。だからあの具志堅と平岡さんといった名古屋遠征の時に、はい、に出会った子だね。さあどうでしょう、出てくるかな。来ました。はい、あ、ちょっと羽が、あ、羽がちょっと潰れちゃってるけども、はいはい、あ、元気そうではありますね。おー、あ、ちょっと伏節が変になっちゃってるな。伏節がちょっと変になっちゃってるね。洋室がそこの方だったりもしたから、それも影響したかもしれないけど、進行洋室とかに全容の時入れてた方が良かったかもしれない。でもこのここの背中の色味とかすごい綺麗な。頭赤いっすね。そう、でも赤茶っぽい感じ。そう、まあなんとか羽化まで行ってくれて良かったです。はい、うん、ちょ、交尾は難しそうかな、ちょっと足の麻痺具合的に。とりあえず
しっかり生きてもらえたら嬉しいですね、うん、はい、ということでこれで800のボトルは終了、はい、で次1400、お、うん、ここがメインかと思いきやね、そうか、うん、さあそして次が国産オクワガタ、はい、のアンバランスケット、顎が太いタイプのオクワガタ、うん、さあこれはどうなってるか、最終がこれも2021年6月、だからちょっと遅れたって感じで、最後が 24g 最後に測ったのが、うん、さあどうでしょうか、ここですね、はい、そのサイズがってよりは顎が太くなりやすいよっていう感じの血統だから、うん、その顎がしっかり特徴出てれば嬉しいけども、どうでしょう、まあ、無事だったら OK です。さあ、おー来ました、おお、いかつい、おお、やっぱごついね、うん、顎がその異様に太いとかっていうわけじゃないけど、はいはい、全体的にごつい感じの、かっこいいな。オオクワガタどれぐらい大きくなるんですか。オオクワガタ今レコードどんぐらいなんだろう、91、2ミリじゃないかな、めちゃくちゃでかい、もう、さあサイズはこれ70ちょいなんじゃないかな、これでこの血統でも90ミリいったりするんですか。これはないんじゃないかな、そんなにサイズってよりは顎とか体に行くタイプだね、やっぱそんな中でサイズは、あ、でも結構立派、76.1、うん、意外と立派になってくれた、かっこいいね、76.1 と、はい、素晴らしい、おい、無事浮かしてきてくれました、はい、さあそしてもう一匹もアンバランスケットか、お、はい、のオクワガタで、これも20、これは 26g、うん、割り出し時期は一緒ですね、だからさっきの子よりもちょっと重いって感じかな、体重は。さあどこだ、あ、ここか、ここにいます、うん、さあどうでしょう、この時期にもオオクワガタが見れるっていうのはやっぱ贅沢だね、確かに寒くなってきてますね、うん、いやほんとね、もう11月に入ろうとしてるから、うん、さあ行きます、はい、おお立派、おだいぶ立派だ、素晴らしい、まだ茶色い赤背中、ちょっとまだ固まりきってはないね、でもだいぶもうお尻とかも締まって、さっきの子より顎太いかな、ちょっとでもサイズもでかいね、77、8ぐらいあるんじゃない、お、素晴らしい、79.2、おー結構でかかった、いやもう大桑もちょっと数を来年は減らそうと思ってるから、あ、そうなんですね、うん、この太い系の子は一回やめようかなと思ってるんだけど、うん、こんなかっこいいの見ちゃったらな、またやりたくなっちゃうよね、うん、やっぱちょっと顎短いかな、でちょっとこう横に太い感じ、うん、そんな中で顎先がスッと前に出てるからサイズもしっかり出てくれて、指当たりました指当たったっていうか指押しのけようとしなくて物理的に無理だからまあでもかっこいいね、多分どう映ってるか分かってないからまだ、いやかっこいいね、素晴らしい、ということで次が、このボトルラスト、これはねブケット二股クワガタ、おー、これはね2022年の1月頃に割り出しして、そっからって感じだからまあ10ヶ月ぐらいか、まあ、10ヶ月11ヶ月ぐらいって感じのオスなんだけど、メスは次第に羽化してて、はい、で多分ねちょっと羽化不全っぽいんだよね、多分ちょっと羽が出てる感じしたから、はい、心配ではあるんだけども、うんうん、でこのブケット二股クワガタは、まあ、1回だけマット交換してます、で、まあ、ずっとマットこれは、さっきのオオクワガタは禁止瓶に2回3回移し替えて最後はマットで浮かしてもらったって感じで、でこれに関してはねその背垢二股を野外個体を購入して幼虫飼育してたら
結果的にブケットだったっていう、そう、まあ野外品あるあるっちゃあるあるの出来事が起きて、ひょんなことから飼育してる感じなんだけど、さあどうでしょう、いきます。あーちょっと羽が、あ、羽がすごいね、ちょっと羽がしっかり、洋室がちょっと潰れてたかな。ちょっと今回羽化不全が多いですけど、うまいこと、あ、まあでも敷設とかはすごいしっかりしてるから、うん、類代はできるけど、できそうな感じだけど、ちょっと羽が潰れちゃってるね。から、うん、ちょっと洋室狭かったかもしれない。うん、しっかりブケットですね。はい、ちょっとまだ固まりきってないんだけど、でもちょっとさなぎの皮が予想以上にめくれてないのが心配だけど、あ、でも別にしっかり触覚も形成できてるし、まあ、大丈夫そうかな。ああ、もう敷設もしっかり固まってるし、ちょっと弱々しいのが心配だけど、今のところしっかり生きてくれてるんで、まあ よかったです、はい、ということで、この1400のボトルも終了ですね、はい、そして、いよいよラストです、うん、これね、多分具志堅とずっとやってるかな、基本的にって感じの子なんだけど、はい、ラストが、うん、ブケハルスオオズクワガタ。名前は聞いたことあります。あ、ある。ね、赤い、あ、オオズってそう、あのアウストラリスオオズクワガタと、あ、ブケハルスオオズクワガタの2種類がいて、アウストラリスはとりあえず無事にたくさん幼虫取れて、うん、まあ途中で星になっちゃった子とかも結構いたけど、はいはい、結構な数羽化まで行ってくれた。で、まあ、それも動画に上がってるんですけど、うん、ブケハルスに関しては割り出しをして、はい、アウストラリスと同じ時期に組んだから、うん、産卵セット、うん、その同じタイミングで割り出しをしたら結構卵で、はい、で卵を別のカップで管理してたんですけど、それ卵100個ぐらい取れたのかな。そうで、結果的に全部孵化せず、そう、なんか一回卵で採卵すると孵化率めちゃくちゃ悪いみたいなのはあったから、元から、うんうん、そう心配ではあったけど、まあ、結果的に全部孵化せず、で一応メスがまだちょっと元気だったからダメ元で産卵セット組み直して入れて、一時放置してひっくり返してみたら無事に何匹か取れて、うんうん、そこから羽化してきてくれたって感じで、だから奇跡的に羽化した子、うん、っていうのと、まあ、やっぱオオズクワガタ俺めちゃくちゃ好きだから、見た目が、はいはい、そう、類代なんとか成功させたいなっていうところで、アウストラリスもブケワルスも結局1周しかできてない、なんか2周目、うん、ができてないから、そう、そういった意味でもまたここでオスメス揃ってくれればまたチャレンジできるかなっていうところで、はい、やっぱワンペアも結構高くてちょっと落ち着いたのかな、まあ、ちょっと相場が今分かってないんだけど、うん、とりあえずこれ、この子たちを購入した時はワンペア25万めちゃくちゃする、そうっていう、まあ、まだあんまり野外品が頻繁に流通してないからっていうのもあったり、飼育個体があんまり流通してないっていうのもあるけど、うんうん、そういった部分でも、まあ、貴重でもあるから、うんうん、なんとか羽化まで行ってくれてると思うんで、ちょっとこれがね3匹いるんで、おちょっとやっていきましょう。はい、さあじゃあまず1匹目いきましょう。はい、もうね上から確認できるかもしれない、いきます。無事であれば、はい、おここですね、いますね、ちょっと出すか1回いきます。で一応割り出しは2021年の12月、うんうん、でそっからって感じだから11ヶ月ぐらいかで羽化まで行ったって感じ。さあ行きますよ。無事そうだな。お、無事ですね。おー、よかった。ちょっと小ぶりではあるけど、おー、すげえ。これこの不思議なちょっと小ぶりな子だね。この触覚もめちゃくちゃ長くて、この背中の、はいはいはい、
なんて言うんだろう、まあ、クリーム色っぽい感じと顎先の赤っぽい感じと、うんうんうん、そうで頭がちょっとでかい。サイズがこれもうちょっと大きくなったらより頭の大きさが目立つんだけど、うんうん、そうブラジルの不思議なクワガタ、そう南米の方ブラジルの、サンタカタリーナっていうとこらしい、の子だね。すげえ素晴らしい。いやよかったよかった、元気そうで。でオスが1匹羽化してきてくれました、はい、いやよかったよかった。さあそしてあと2匹、あと2匹も無事であれば、うんうんうん、サイフォンですが、あ最高ですが。サイフォン、サイフォンケーキ、いやいやそういうシフォンケーキだから。何サイフォン、ちょっと今無法地帯すぎるってケーキもよく分かんなかったけど俺が言うのもなんだけどさ、サイフォンケーキってないですか。いやそれ iPhone ケースだからそれ違う、そういうこと。あシフォンケーキか、いや分かんないけど、サイフォンはごめんなさい、あのポケモンのサイドンの進化前でした。ああそう、あれ具志堅が作ったんだっけポケモンって。いやだから俺有名人になっちゃうんだよなっちゃうしたらなっちゃうって何俺ポケモン作って、あそうか、うん、あ申し訳ないです。はいちょっと盛り上がってしょうがないんですけども。いやどうだろう、はい、次2匹目、2匹目はどうでしょう、はい、もうこのままいっちゃうか、はい、さあオスかメスか、3匹だからね、オスメスメスとかだったら嬉しいよね。とりあえずさあいきます。お、どうだ、お、メスですかね、メスです。おーメスも綺麗、そう色味はこんな感じ、 この頭上下で赤色っぽい感じとクリーム色っぽい感じで、オスよりもちょっと光沢感が強いかな。そう、不思議だよね。いや、無事に元気に羽化してきてくれました、はい、素晴らしい。いや、よかったよかった。そしてあと1匹、あと1匹がどうか、もうこれでラストです。はい早いね、確かに、うん、盛りだくさんだったな、だいぶ盛りだくさんだけども、はいこれがラスト、はい、メス、個人的にはメスだったら嬉しいかな。なるほど、うん、でも動画的にはちょっと小ぶりなオスだったから、そのちょっと立派なオスだとまたいいかもしんないけど、はい、で結果的に、まあ、全体で言うと、まあ、ひとまずしっかり無事だったら最高って感じですね。はいさあ行きます、さあ行きます、はい、さあどこだ、ここかな、行きますよ。あどうだ、大丈夫か、お、大丈夫でした、メスです。おお素晴らしい、よかったよかった、組み合わせで、あ、オスメスメスで飼育する側からしたらすごいありがたい、うん、出てき方でした、素晴らしい。いや、よかったよかった、はいこれで V 大チャレンジはできそうかな。うん、はい、3匹とも無事で何よりです。はい、いや、よかった、とりあえずまあ、ちょっと羽化不全の子が目立ったけど、みんな無事に元気そうで一安心ですね。ブケファルスももともとちょっと一回卵が完全に溶けきっちゃって、うん、諦めてる中で頑張ってメスが幼虫を、まあ、卵を産んでくれて、それが結果的にこうやって今また類代する機会をもらえたんで、ちょっと次こそは2周目行きたいね。うん、2周目で幼虫取れずに終わってるからはい、はい、うん、でアウストラリスオオズクワガタ、これとまたちょっと色味が違う子、はいはい、もう結構な数うちに残して産卵セット組んで見てるけど、うん、ちょっと、ま、全然側面から幼虫見えてこないし、あとはメスがね変に産卵スイッチが入らないっていうパターンもあったりするから、飼育個体が、うんうん、まあ野外個体でもそうなんだけど、はいはい、そうだからちょっと産卵するタイミングが読めなかったりもするから、ちょっとなんとかその産卵タイミングみたいなのを克服して、うん、次は2周目までいけるようにしたいなと思いますんで、うん、はい、で過去動画に大津の再生リストで見れるんで、いろんな産卵セットだったり多分割り出しだったりとか、ぜひ気になった方は見てみてください。はい、はい、という感じなんですけど、具志堅的にはどうだった？
はい、うん、まあ綺麗に羽化してる子もいて、うん、種類も何種類も見れて、うん、まあ、すごい良かったですけど、うん、ちょっとまあ、綺麗に羽化できてない子がいたりとか、そうね、卵を取れたけど、うん、そこからうまくいけなかったとか、うん、今産卵セット組んでるけど見た目であんまり良くなさそうみたいな、うん、ブリードする上で難しい悲しい面もちょっと勉強になるというか、まあね、あ、そことやっぱ向き合ってからの羽化掘り出し、うん、僕は羽化掘り出しの部分しか見てないんで、だから道中というか、うん、その1年、1年半、うん、2年の間にそういうことがあるってことですよね。まあ、そうね、結構厳しい一面もちょっと感じましたね、改めて。まあ難しいけどね、だからまあ、どんだけこう、なんだろうな、気にかけてても羽化不全になる子もいれば欲しいなる子もいるし、逆にマット交換とかあんまりできなくて不安だった子の方が立派に育ったりとかっていうこともなくはないしとか、まあでも一番いいのはやっぱ適切なタイミングで交換とかしてあげるのが一番いいはずではあるから、はい、まあ それがクワガタ側がどうかとかカブトムシ側がどうかは分かんないけど、うん、うん、でまあとりあえず最善を尽くしていくしかないからね、うん、うん、そこで言うとちょっと洋室だから人工洋室に移した方がいいかなって思った子がやっぱ羽化不全になったりっていうのがあったから、うん、そのブケットとかで言うと、はい、そこの部分で言うとちょっと、うん、人工洋室移してあげた方が良かったのかなって、もうちょっとたらればになっちゃうけど、うんうん、とかはあるからね。だから自分が思ったやつは一回やっぱ行動にしてみた方がまだ、まあ言ったら、うん、なんだろう、言い方は分かんないけど腑に落ちるというか、うんうんうん、っていうところもあるからね。まあただそんな中でも無事に今のところ元気に出てきてくれてるっていうのはすごい、うん、すごいことだとは思うんで、うんうん、そう、まあそういった部分も、まあ、今後もちょっと乗せられたらとは思うんで、うんうん、引き続き見守ってもらえたら嬉しいですね、はい、はい、でまあ今後もブケファルスも、まあ、他の子もだけど多少羽化してきたりするんで、ブケファルスもまだ幼虫だったり全幼だったりの子もいるんで、うん、ちょっとまあそこで、まあ、オスメスまた分かれて何ペアかうちで抱えられたら、うん、いいなと思ってるんでね、はい、うん、まあ、またちょっと動画撮るタイミングが合えば動画にすると思うんで、引き続き、まあ、いろんな動画あげると思うんですけど気にかけてください。はい、はい、そんな感じで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。